フランシスコ・ハビエル・サエンス・デ・ウォイサは、スペイン・ナバーラ県出身の建築家。スペイン建築界のモダニズム運動において、影響力のある人物だった。ナバーラ地方のカセダに生まれ、セビリアの学校に通ってから、マドリードのマドリード建築高等工科学校で、建築学を学んだ。アメリカ合衆国への研修旅行を経て、1949年にマドリードに戻り、 母校のマドリード建築高等工科学校で教え始め、後に学科長となった。2000年7月18日、ガンにより死去した。スペインでは数多くの賞を受賞している。1954年にはスペイン国民建築賞。1989年には建築ゴールドメダル。1993年にはアストリアス皇太子賞を受賞している。 サイエンスは20世紀後半のスペイン建築界で最も影響力のある人物の一人であるとされている。最も注目すべき作品の一つにマドリードにある高層マンションオフィスビルのトーレブランカスが挙げられる。トーレブランカスは高さ71メートルであり、1964年から1969年に建設された。半円形に突き出したバルコニーの連続からなる。 円筒状の外観が特徴である。その他の重要な作品には、バスク州オニャティのアランツァス聖堂、アンダルシア州セビリアのトーレトリアナ、ベルギーブリュッセルのザイベルギースペイン大使館、ナバーラ州パンプローナのナバーラ州立大学、グランカナリア島ラスパルマスの大西洋近代美術、センター、マドリードのベベビエビルなどがある。ありがとうございます。